さあやっていきましょうか。雨も滴る、まあ、雨を弾くのかな、このなんだろう甲冑に関してはね。あんたさ、そのさ手を携えさ、あー怖いわーなんて言ってるけど、カッチカチやからな。お前をおとりにして俺だけ逃げることだってできるんだからな。お前の体重抱えられるようなやついねえかんな、ってことでうーって言ってるけど、これなんだろうな、サドラーの指示でここにいるっていうことがバレたのかな。あ、こんにちは、ブルホゼでございます。本日もよろしくお願いいたします。最後まで動画ご視聴お願いしますね。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンも押してご覧いただけると嬉しいです。はい。でね、まあ、ちなみにですね、グッドボタンを押すと、私が3回飛び跳ねて、で、チャンネル登録ボタンをいただくとですね、20回飛び跳ねるっていう、誰得な情報ですけど、まあ、その特典もついてますんでね、まあ、ぜひ、お楽しみください。ということで、進んでいきましょうか。あ、次、一体を除いて全部、ぶちのめしたんだ。へー。じゃあ、本当にいないよね。大丈夫だよ。慎重に慎重に。ズズッ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 。降りていきましょう。この小屋にまたね、誰かが潜んでたりとかっていうのがね、ないんですね。よし、チキッ。金もだいぶ溜まってきたからな。まあでも、ちょっとチャプター3の1でね、武器が一新すってね、こう新しいのがどんどん手に入るから、それまでは、まあちょっと節約して、我慢。うん、節約も我慢。まあ、節約と我慢ってちょっと違うからね、ニュアンスとしてはね。うん、節約して、欲しいもの、あ、でもそうか、欲しいものを手に入れるために節約ってやっぱ企業我慢か。うん、日本語って難しい。次。お金はお金。実際点の位置が逆だな。よし、じゃあ進んでいきましょうか。一旦ディーン。ここで開けてどうだろうね。ちなみに、ここで、お、いいね。改造。あ、そうそうそう。マシンガンはね、そう。マシンガンはやっぱ改造しとかんとね。ハンドショット。なんとかいい、大丈夫かな。新しい武器。あ、なるほど。ここでもレッドラインが手に入るんだね。いや、でもこのレッドラインはね、欲しいんだけど、やっぱりこれを使うのは、ルイちゃんだから、私は使わない。オッケー。じゃあ、進んでいきましょう。箱足。余るんだ、もったいないけど、まあ、6発程度だったらなんとかなるっしょ。オッケー。この節約癖もね、ちょっと直していかないと、いざという時に、ボスと戦う時に、特にそのセミオートショットガンって、ラストなぜかね、マシンピストルと同じ波にさ、こう入るじゃないですか。100発、ドゥ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 って入るじゃないですか。あれとかも手に入れたら、もう一回の装填もなく、そのまま最後までクリアできちゃうっていうくらいね、もう最強の武器ですからね。ということで、ブン !900。しけてんな。もっとよこせなさいよ。ということで、じゃあこいつをここにおとりとして置いといて、まあ、この餌に食らいついてくるね、うん、おじさんたちはね、これどっちかって言ったら、誘拐するというよりは、なんかもう、若い20歳の女に発情するやばいやつっていう感じだよね。OK、一体、クリア。足、失血死させていこう。なんかめっちゃ燃えてる。あれちょっと待って。あ、そんなこと起こんの？自分で燃えるんだ。燃やしたと思ったら自分が燃えてんじゃん。面白。OK。でん。体力たっけえな。あ、いなくなった。これでも今は多分ね、当たってんのか。まあ、どう見ても寄生獣なんだよね、これがね。予想外の予想外の殺害。マジで？嘘。そんなことある？マジか。ちょっと待って。これ一発、地味に体力があれなんだね。てかなんかどんどんさ、まずくなってない。どんどん字幕とかのさ、なんか画面全体がちょっと上に登ってってる気がするんだけど、気のせいかな。大丈夫かな。あ、ちょっと待って、またうにゅうにゅしてる。ちょっと、もう、恐怖症になってる。はい、ブー。あ、蹴れねえんだ。残念。てか、こっち向かってくんじゃねえよ。ああ、めんどくせ。仕方ない。ハンドガンどんどん使っていかないとな。うい、オッケー。いや、ほんとに。おめえは発情してんじゃねえよ。やりたがり盛りの、モンキーパンチ。ちょっと待って。うにょうにょ、おめえ100%だな。
さっきこいつにやられたからな、ちょっと警戒しよう。おお、あれ、なんかさっきよりも脆いぞ。まあ一発あたりのあれか、大丈夫だよね。これでもこんな中央とか行ってるけどさ、そりゃそう、そりゃそうだ。ウォータースライダー、現る現る。あれ、どこ行った。よし、じゃあ行きましょうか。特にここにも敵もいなさげだもんね。よし、行こう行こう。でんでんでん、そうなんだね。これね、足にダメージ食らわないにしても、めんどくさいことに、引っかかったら引っかかったでね、課金って言うからね、課金かしゃ、あ、痛いって言ってくるからさ。ほい、オッケー。ほい、オッケー。ご、あ、ちょっと待って、ご褒美キックしようと思ったのに。おーおーおー、危ない危ない危ない。もう中年親父が二十歳の大学生に発情してるよ、ほんと。まあ気持ちはわからんでもない。あれ？その気持ちはわからんでもないって発言をしたら、この、もう、半年は言い過ぎか。でも、去年の秋にね、女子大生と飲んだぜっていう話をしたことあるけど、それ言っちゃったら俺なんか、その女子大生に発情したみたいな感じになっちゃうけど、大丈夫。あの、その子には発情してないから安心して。誰が？あれなんか、体力が多い少ないってすっげえあるんだな。まあいいや、チュク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 しとこう。オッケー。さてさて、こいつに切りか。あ、じゃあ、にょん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 。ついてこい。よし、じゃあ行きましょう。足元注意。足元注意。おめえよ。なんとなくそんだけ。え？ちょっと待って、血が出てるけど、どっから出てる？ほんとこの無敵ヤシュリー助かるわ。よし。これもね、いつもだったらね、はい言うけど、あ、これ開いてんのか。あれ、俺が開けたんだったっけ。まあいいや。とりあえず、まあここまで進んでいって、まあ、アシュリーをおとりにね、ちょっと村人たちを発情させていきやっしょう。はいはい、発情しない発情しない、わかるわかるよ。金髪でさ、ショートカットでさ、ねえ、中にさ、白いパンツ履いてる甲冑女が来たら、それ誰だって興奮するよ、わかるよ。その気持ちはわからんでもないけれども、登りますね。よし、いて、いて、お前いきなり先制攻撃かましてきやがってんやろ。危ね危ね、これもう一発食らったら終わりだな。もう一発食らったら終わりですよね。です、死と書いてです。くっそやばい、このパート2デス目だ。うわ、こんなところで死ぬってなんか情けないし、悔しいし、腹立つし、ダサいし。切ります、先発。マジか、パエリア野郎が。はいはい、発情しない発情しない、分かってる分かってる。はい、登るよ。おいでおいで、さらわれてるし。もういいや、ほっとこう。チキオッケー。え、まあ来るでしょ、あとで。あいって、またかよ、この野郎。思わず出てしまった舌打ち。もう一発食らったら死んじゃうから、とりあえず牽制。ういうい、オッケー。キックエンド、ヒットアンダーウェイ、落ちろ、倒せ、オッケー。で、後ろ振り返ると、あれ、いないね。あー、ちょっと待って、下手くそー、距離感のミス。落ちろ、オッケー。あー、ちょ、危ない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 。あ、こんなにいたのか、こんなにいたんけ。キック、ふっと振り返る。あ、ちょ、あのね、時々ね、のコントローラーではありえない操作性が。ご褒美、シャッター。うにゅうにすな。ちょっと待って。やばい。お前にはちょっと、お前には嫌な思い出しかない。あー、ちょっと待って。あー、ミスだ。A が出てきた。くそ。あ、やばい。どうしよう。おらら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 ら。おー、にょーくー。レオンというよりもなんか俺が死んだみたいな言われ方して、ちょっと嫌な感じ。ピキン。400パーツ増えたから、ご褒美ということで、まあ、この400パーツは、あの、
頑張れっていう意味合いとしてありがたく受け取っておきたいと思います。すいません、本当いつも最後までね、どうして動画ご視聴してねって言ってるくせにさ、こんな下手くそなプレイ見せられたら誰だって激おこプンプンメールだわな、本当に。とりあえず切り刻む。そう、ちょっともうこれ以上は、うん、この後のなんかこんなグダグダなプレイをしてたらさ、ちょっとこの後にさ差し迫ってくる小屋でのラッシュなんかちょっと不安でしかないよね、ほんと。はい、誘拐して、はい、おっさん発情して、はい、倒れて、で切り刻まれて、はい、あーちょっともう発狂してるわ、ほんとに。もう怖い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 、でこっち向かってきてるし、おめえもなんだ、中身は女には興味ねえってか、に人間の女子には興味ねえってか、おめえよ。寄生虫にもオスとかメスとかあんのかね。あ、でもオスとかメスとかなかったら卵とか生まれないもんね。うん、精子卵子の関係が。でもどうかな、虫とかってそういうのないよね。まあ自分でオスになったり自分でメスになったりとかって、そんな専門的な生物学的な話とか分かんないからどうだっていいんですよ。もう僕生物ダメだったからね、本当に。生物物理地学、科学全部ダメでしたから。ありかが無理、うん、さてさて、もうちょっと近づいてこないで。はいはいはい、そうそう、男はそっちで発狂しといて。オッケー、結構使ったね。よし。ピキン、ピキン、ピキン、ピキン。こいつも発狂するとかそういううちにならない。大丈夫？はいはい、誘拐して誘拐して。そう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 。ういすごいな。倒れないでそのままだな。強靭な足腰の持ち主だそうですね。オッケー。さて、ちょっとあの、仁王立ちしてる二人がムカつくんだよな。あいつら二人にやられてっかんな、今。あいつに切り刻まれて、左には斧投げつけられてっていうね。くっそ。誰が遠距離からやらしくネチネチ攻撃してってやる。はい、餌餌餌を差し出せ。なんか いずれアシュリーに怒られそうだけどね。あの、本当に大切なものを見失ってる私でしょって言ってなんか危ない、ババババババ、いって、お前このクソババアが口がどんどん悪くなっていく。発狂しすぎじゃね、ここら辺の連中。どんだけ体内で育ってんのって話だよね。まあいいや、さっきも使ったし、ここで。まあちょっと徐々に徐々に体力を増やしていったかないとね、ちょっとしんどいからね。えい、えい、えい、もう一発。あ、下手くそ、この大事な時に外しやがって。けい。ひろ。よっしゃ。じゃあ、は上の連中を始末していきたいんだけど、これこちら降りてこない、まず降りてこいよ、その仁王立ちしてないさね。まあもう復讐心燃えたぎってやつらをこうね、からかじわ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 、あーもう発狂しやがってからに、もう頭からうにゅ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 うにするのはもう息子を持ってる男だけでいいざんすよ、本当に。もう降りてこい早く、なんで降りれねえんだよ。で、なんか、あの、鎌持ってるタイプのやつって、なんかどっちかっていうと、サイレンに出てくる死人みたいな感じするよね。ということで、チャキン。ようやく安心してできるよね。じゃあ、アイテム回収してね。あー、なんか思った以上に時間かかったな。なんかまさか2回、これ死ななかったら、この小屋行って、ね、サンドイッチになりながら戦えたなと思ったんですけど、ちょっとごめんなさいね。どうしよう。装備整えて、次回で、とどめさせていくっていう感じにしよっかな。何せちょっと次回パートはね、もうルイス大胆セクハラ発言を見ることができる、もうまたとない貴重なシーンなんでね。それをやっぱり皆さんと共に、あの、もう僕が元気な状態でね。ああ、まだ一人いたわ。おめえさんよ。おめえさんよ。うらうら。仲間がどん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 さ、こう亡くなっていく中でさ、こいつらって連携プレイっていうのはないのかね。どうなんだろうな。飛んできてる飛んできてる、危ない危ない危ない、フリ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 、登ってくる、おいで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 、来る、来てるね、シャー、ちょちょちょ、振り返らない振り返らない、違う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 、なんかミスるんだよね、なんかミスるんだよね、もういいや、うい、うい、オッケー、よし、しれっとガッツポーズしてんだよな、やつね。よいしょ、痛い。ああ、腰が。ヘルニア持ちの私にはよくわかるぜ、腰の痛さが。
もうなんだかんだ15歳の時にヘルニアになってさ、もう今30でしょ。ねえ、人生の半分ヘルニアだ。嫁さんよりも付き合いが長いんだよな。嫁さんはね、今10周年だからね。誰得情報。よし、じゃあ登っていこうか。これをね、このまあ、ガナードが掴んだ瞬間に倒れるほどの重さのある甲冑をさ、こうやって肩車で立ち上がるってさ、レオン相当バカ筋肉だろうね。OK。よし。じゃあね、一旦この辺りでね、区切りたいと思います。まあ、初めてプレイした時に、ね、ここで何度死んだかっていう話なんでね、まあちょっとプロフェッショナルでどこまで死ぬのかちょっとわからない恐怖心があるんで、一旦ここで区切りたいというふうに思います。収録時間が次回長かったらそういうことだということでさせてください。ということでね、本日の動画は以上でございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して次回もお楽しみください。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。